と石巻東松島市と女川町のと趣味や特技を生かしたあの方々が立ち上がってと体験型プログラムを組んでいただいてみんなに発信するというそういうイベントになっております。で今回で4回目となります冬恋です。ともう早いの 2周年という2年目ということになりました石恋なんですが、今回は44プログラム44人の達人さんが繰り広げてくださいまして、今回ですね石巻東松島女川ならではということで航空自衛隊さんの見学ということが入ったり、はい、あとは石巻では日本製紙さん一番大きな工場になります。そこの工場見学ということをさせていただいたりとか、あと定番となります金華山ですね、金華山とかあと花本作りということですね、そういったものはもういつもの定番としてやっていきます。今回ですね復興住宅ということがもう来年から今年からですねもう復興住宅に移って住まれる方もいらっしゃいますので、そちらの方々のためということもありますし、私たちが一番今この仮設に住んでる方々も気にしていることがその住宅がどういうものなのかということもありまして、市役所さんとの連携としまして復興住宅の見学ということも入っております。本当に誰でもできるプログラムでいいんです。石恋はハードルがとても低いんです。参加者さんが5人でもいいんですね。で自分が人と関わっていくことによってまた新しいコミュニケーションができたりするので、そういったことも目的としています。石巻を訪れた人たちにいつも来ても石巻の魅力を体験していただける場となっていただければ、私たちはそれが何よりの望みでありますし、観光の目玉としてもこの達人さんたちのワークショップですね、そういったものが中に組み込まれたら思い出となるんではないかなと思います。